表皮下げバグは中華人民共和国重慶市出身の歌手インターネットセレブリティ。中華人民共和国四選省満研修生まれ北京市藩大学司会文庫を卒業。2014年9月に東魚ゲーム実況中に歌ったことがきっかけでネット配信活動開始。活動開始後、表皮下げ、バグ囚人家、代表姉、陳一発児の4人で東魚 F4 と呼ばれる。 2016年9月、再建みやびの別、そ和が朝半をカバー。12月には、王妃の在宗典東亜レをカバー。12月9日、映画28歳未成年のオープニング曲、ふが発表。2017年1月19日、スマホゲーム、神馬曲主題曲、1年発表。6月30日、初のシングル、 色色持ち者ため春欠リリース。12月20日、映画、全人さん、再建全人、CM 曲、再建全人発表。12月7日、第3回 VA 協力ミネ会と、美白人気ゲーム配信者聖典に招かれ、10代影響力遊戯大 V 獲得。12月21日、第6回探せきつね時、なお聖典受賞式で、年度最下手派、進む受賞。 12月30日、コナンエのバラエティ番組、快楽大本営に初出演、小慶を歌う。2018年から2019年にかけて、楽曲のリリース以外に多方面で活躍し、イメージキャラクターも務めた。2018年2月から、不都系少女、ハリト変装変愛、武器開封、青空、騎士館等のシングルを次々にリリース。 その他映画やゲームのテーマ曲、挿入曲も歌う。イメージキャラクターとしては、2018年5月3日共生団、重慶 k c の青年高声音コンテストの開幕式に招かれた上、重慶 k 共生団宣伝大使に任命された。7月12日、ミス、重慶コンテストの審査員を務めた。12月31日、北京 A 市の年表節制展に出演し、 不付軽症状過少。この間、表皮下げ爆は様々な賞を獲得。2019年2月4日から5日にかけてファッション雑誌、両脚リンクで撮影した写真がニューヨークタイムズスクエアのナスダックスクリーンに掲出された。12月19日、ビリービリーとの契約を発表。ビリービリー配信者になる。ありがとうございます。